はい、今日はですね、豊田市の里山暮らし体験館菅野の里にお邪魔しております。私はガソリン車ですが、電気自動車やハイブリッド、プラグインハイブリッド車ですねを利用できます。鳥さん鳴いてるとこ見てら。どこにいるのだな。ペレキが見えたんだよ今の。そうね。はい、今日作るのはカレーライスです。先週の動画もカレーだったんですけれど、それの残りです。まあ、もったいないので2週連続カレーですね。ソーセージカレーにしようと思います。どんぐりの里稲部で買ってきたソーセージですね。これがメインです。今は菜の花のシーズンですね。トヨタカモで採れた菜の花油、これを使っていきたいと思います。お米は先週も使ったミニアサヒ、愛知県のお米です。美味しいね、このお茶。トヨタで採れたお茶です。これは、うん、お茶、緑茶。まあ、ちょっと薄めですか。味はいいですね。今日のご飯は何？ソーセージカレーとだ。お、すごいな、カレーご飯、カレーライスね。どっちでもいいけど、カレーライスの方がいいかな。カレーライスって言ってみて。もう言った。カレーライスって言って。ソーセージカレーライスとだ。カレーライスご飯、まあいいや。じゃあいただきます。して、いただきます。パパ早く食べて。はい、うん、暖炉あったかいね。夜中になってしまいました。まあみんな寝ちゃいましたので、ちょっとアフレコで行きたいと思います。今回の天体写真撮影は、まずこの小さなリコー GR2 を使いたいと思います。バイクツーリングで荷物に限りがある場合、大きな三脚に一眼レフはなかなか持っていけないですよね。そんな場合、コンデジを使った撮影は三脚の小型化を実現できます。今回はこの小さくて華奢な、まあ、とても天体写真には使わない三脚を使って、撮影に耐えられるのかどうか試してみたいと思います。次にポータブル赤道儀スカイメモ S を使って天の川を映そうとガイド撮影を行いました。この日はですね、薄雲が濃くて、結論的には天の川が全く見えない日でした。はい、それではこれがメインの方の、あの撮影機材ですね。まあモニターでお見せしようかと思ったんですけれど、ちょうど充電が切れてしまいまして、まあ家に帰ってから現像してからまたお見せしたいと思います。今日もですね、高橋の FC100D で撮影しておりますが、今日はガイド撮影をしてます。ガイド鏡の方は本当に毎回のように登場する ED70SS です。
何でも使える望遠鏡ですね。あとです、一応使っているガイドマウントはビクセンの定住シーンガイドマウントを使っておりますが、これ非常にやっぱり使いやすいですね。やっぱり純正なだけあります。はい、それではリニア彗星の位置をスターブック10の画面で説明しますね。今ですね、蛇使い座の中におります。でこっちが蛇座の尾っぽの部分ですね。でこっち側縦座があるんですけれど、まあ、縦座といえばもう天の川が非常に濃い部分です。でこのリニア彗星なんですが、あの M14 から3度ほど離れたところにおります。で今北上中ですね。これからちょっと高度は暗くなるんですが、まあ、今後、まあ、次の新月、まあ、5月の新月ですねにも十分撮れる高度ではあると思うので、まだ撮影されてない方はぜひ撮影してみてください。今日ね、非常に薄雲がいっぱいあった日なんですけれど、まあ、それでも貫通して撮影することはできました。ということで、過去に紹介した機材がほとんどですので、まあ、目新しい機材はないですが、まあ、今回の機材でした。今日本当はですね、薄雲がなければアンタレス付近も撮りたいなと思ったんですけれど、まあ、ちょっと条件は非常に悪かったので、まあ、今度にします。今回の荷物ですが、まあ、天体写真粉登録も、まあ、70回近くやってるわけですが、その中のロケの中で多分一番荷物が今日は多いですね。望遠鏡3台、赤道儀が2台、カメラが4台、双眼鏡が2台ということで、もうこんな感じで収納スペースいっぱいいっぱいですが、これをね、後部座席まで広げてしまうと家族が乗れませんので、まあ、家族と一緒に撮影行くためには、まあ、これ以上機材を増やしてはいけないかなとは思います。とは言いながらまだちょっと乗りそうな気がしますけれどね。さて、この写真はリニア彗星が昇ってくる前の空いた時間に撮影した回転花火銀河の何も手を加えてない取っ手出し写真です。天体写真の畑以外の視聴者様から見ると、まあ、これは完全な失敗ではないかと思われる写真なんですが、まあ、実はこの状態は、まあ、いわば原石の状態でして、これから画像処理を繰り返して完成された天体写真に仕上げていくんですね。はい、このようにもやの多い日とか薄雲のかかった日って背景をレタッチするの非常に大変ですよね。まあ、私もちょっと今回非常に苦労しまして、やっぱりどうしても乱反射が起きてしまうんで、背景をグググッと抑え込む強烈なレタッチをせざるを得ないっていうところがあります。まあ、その中でも、まあ、2種類用意したのは、まずこっちの画像ですね、左側の。まあ、背景をちょっとグレーに残したレタッチの仕方。背景をグググッと抑え込むことは抑え込むんですけれど、まあ、一応このトーンカーブの山の頂上を0じゃなくって20から25ぐらいまでのところまで低くして、まあ、この左からこのように山の斜面のように、まあ、ちょっと自然な階調を残した感じでレタッチする。で、一方はこっちの右側のように、もうその背景をもうスパーンと切り捨てちゃって、山の頂上が、まあ、0から5ぐらいに来るように、まあ本当に崖のようにトーンカーブの形がなってますね。まあ、どっちが良いかっていうのは別に好みが分かれると思うんですけれど、まあ、どちらかというと、まあ、日本の方は、まあ、このように背景をグレーにして、まあ、自然な感じで仕上げる方が多いと思いますし、まあ、海外の方は、まあ、漆黒なこのような背景で、まあ、レタッチを、まあ、これ以上に強くやるっていう傾向が、まあ、いろいろ見てて多いのかなとは思います。朝はですね、名古屋コーチンの卵と設楽こんにゃくをトヨタのネギを使ったネギ味噌でいただきたいと思います。ではこれから朝ごはんを食べようと思います。いただきます。